イグナーツ・ワーグハルターは、ワルシャワに生まれ、ニューヨークに没した、ユダヤ系ドイツ人作曲家、指揮者。若くして、バイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムに認められ、彼の援助で、ベルリン芸術大学に進む。在学中は、フリードリヒ・ゲルンスハイムに作曲と指揮を学んだ。はじめは作曲家として、成果を得る。最初期の作品である。 弦楽四重奏曲はヨアヒムから高く評価され、21歳にして、バイオリンとピアノのためのソナタで、メンデルスゾーン賞を受賞した。作曲家としてデビューしてほどなく、指揮者として頭角を表し、ベルリンコーミッシェ・オーパー、エッセン劇場の指揮者を経て、1912年からベルリン私立歌劇場音楽監督、同歌劇場在任中、西部の娘、トスカ、 ラ・ボエームのドイツ初演を大成功させ、プッチーニ作品のドイツ国内での再評価に道をつけた。1923年に同ポストを実施とべ、ニューヨークフィルハーモニックの音楽監督となる。第二次大戦前期は最も重要なドイツの作曲家の一人として評価を確立するが、戦後急速に過去の人となった。大時代のロマンティシズムに彩られた作風が、 第二次大戦後の繊鋭な価値観と相入れなかったことがその原因だとされたが近年再評価の機運が高まりつつある。ありがとうございます。